はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、先週に引き続きまして、重回帰分析について勉強していきたいと思います。大体重回帰分析の概要につきましては、前回、説明をしまして、また、不動産の賃貸住宅の、家賃ですね。これを、物件の広さ、駅からの所要時間、そして築年数、これを説明変数にしてですね、家賃を目的変数、非説明変数としてですね、重回帰分析を行うということを、実際にですね、やってみました。また課題の方もね、やってもらっていますが、いかがですか？大体理解できましたか？今日はですね、前回やりました重回帰分析の、続きでですね、T 値についてもですね、T 値の値、T 値の絶対値がですね、2をより大きければですね、その T 値の、説明変数に関してはですね、重回帰分析の説明変数として使用していいというようなことをですね、前回お話ししました。一方ですね、T 値の絶対値がですね、1よりも小さいものはですね、重回帰分析の中にその説明変数を入れるのは、あまり好ましくないというようなお話もしました。今日はですね、実際に、データを使いながらそこのところをですね、検証して、非説明変数、目的変数をですね、どのような説明変数によって重回帰分析するのがですね、望ましいかということについて、勉強をしていきたいと思いますね。では早速ですね、皆さん手元にですね、配布資料から配りました、不動産賃貸価格というですね、ファイル。これを Excel で開いていただきたいんですね。で、このファイルの説明をまずしますとですね、このように、市川市ですけれども、不動産の物件のですね、家賃。で、ここに推定家賃というのがあるんですが、ここは重回帰分析ですね。後で、構成したですね、重回帰分析のモデルによってですね、重回帰分析の式によってですね、この家賃を、推定した家賃をここに計算するというものですね。これ前回の課題と同じです。説明変数によってですね、目的変数を推定するということをここでやりますね。ですから、後でですね、それぞれの、係数ですね、それと説明変数のデータ等を掛け合わせたものを足して、切片を足してですね、推定を家賃を出すというところですから、ここは今のところは空白でいいですね。そしてですね、今日はですね、ちょっと前回とは説明変数のデータが違ってきます。まず家賃を、ここ6万円って一番上ありますけどね。家賃をこれを非説明変数、目的変数としましてですね。じゃあ説明変数のとしてのですね、候補として、このように、いくつかのデータが、用意されています。まず敷金。これ1.0って1.0ヶ月ってことですね。2.0ってのは2.0ヶ月の敷金ということです。礼金。これも1.0、1.0ってのは1ヶ月。あるいは2というのはこれ2ヶ月ということを意味しています。あと、面積ですね。これは物件の広さを表します。物件の広さ、平方メートルを表します。あと、築年数ですね。これは、前回と同じようにですね、築何年かというですね、建物の、古さ、新しさを示す数値ですね。そして、駅徒歩分、駅からの所要時間ですね。駅から徒歩何分かというデータ。これ以外にですね、間取り。間取りというのは 1K とありますが、これは面積と非常に似たような、ものですね。似たような変数になります。で、1K、1DK、1R ですかね。こういうようなですね、リビングですかね。このようにですね、間取りがあるんですが、これは必ずしも数値ではないということがお分かりですかね。1K、1DK、1K、1DK ですか。1R とかですね。必ずしもこれはですね、数値ではないわけですね。同じように方位、南、南東、とかですね、南西とか、これも数値ではありませんし、構造も、軽量鉄骨、木造などとですね、これも数値ではないわけですね。従いましてですね、現在、我々が勉強している重回帰分析では、説明変数として数値を取りますので、この間取り、方位、構造という、ここの変数はですね、重回帰分析の
説明変数に入れるのはまあ望ましくないということで、今回この3つはですね、説明変数の候補としては除きたいと思いますね。それでは、どの説明変数をまず採用してみるかというと、ここにありますように敷金、礼金、物件の面積ですね、で築年数、定期間の所要時間、徒歩何分かということですね。この 1,2,3,4,5 5つの説明変数を入れること、重回帰分析のですね、説明変数として入れることが考えられるわけですね。そして非説明変数、目的変数を家賃とするわけです。それではですね、今考えましたように、家賃を非説明変数、敷金、礼金、面積、築年数、駅からの所要時間、駅徒歩分数ですね、これを説明変数ですね。これを説明変数、そして家賃を非説明変数とした重回帰分析を実際にそれでは作ってみたいと思いますね。前回はですね、面積、築年数、駅からの、所要時間だったんですけど、それにですね、今回は敷金、礼金が加わってくるわけですね。はい、それではですね、早速重回帰分析やってみましょう。まず、Excel のデータからですね、データ分析ですね。データ分析を選択しまして、回帰分析ですね。回帰分析をやります。はい、回帰分析を OK しましたね。はい、それではですね、まず、入力場合範囲、これは非説明変数、この場合、家賃になりますから、家賃のデータを、ピックアップしていきますね。ここですね。まず、C の2からずっと下まで。はい、この場合はデータは298行が最後ですね。はい、こうなります。はい、次にですね、説明変数の範囲ですね、入力 XI 説明変数の範囲を設定していきましょう。はい、ここは、E の2からずっとこの5つの説明変数ですから、I の先ほど見ましたように、最終行は298行ですからね。E の2から I の298ですから、もうこれ下まで引っ張らないですね。298ですね。E の2から I の298と入れてやればいいですね。はい。そしてですね、優位水準、でですね、これ 95% と入れてください。片側 2.5%、両側で 5%。ですね、で 95% 優位水準ですね。ですから、このようにちょっと設定をしていただきたいと思いますね。そして、出力先、これをですねクリックしましてですね、この出力先を、よいしょ、ここのですね O の4、まあ皆さん空いてるところで結構ですが、ここに設定します。そして回帰分析実行してみましょう。上書きします。はい。で、上書きしますと、このようになります。皆さん、真っ白のところでやっていただければいいですけどね。はい。そうするとですね、ちょっと見ていきたいのですが、はい。回帰分析の結果ですね。まず、大事なのは、決定係数ですね。重回帰分析の決定係数。で、この場合はですね、ここの2つですね。重回帰分析の決定係数と、補正のR スクエアですね。補正 R スクエアを前回説明しましたようにですね、データの数が小さいときにですね、データの数が小さいときはですね、データ数の自由度が小さいときはですね、補正 R スクエアでですね、決定係数を見た方が望ましいということを前回説明しましたが、今回データ数も十分あります。ですから決定係数 R スクエアがですね、0.641 なのに対して、補正 R スクエアがですね、0.635 とほとんど変わんないですね。ほとんど変わんないですから、まあ、どちらで見ても同じようなものなんですけれども、大体、64%、0.64 ということになりますね。ここはまあ、まあまあの数値かなと。ちょっと低いかもしれませんが、まあまあの数値かなということですね。はい、じゃあこれをですね、まず、このように色を変えていきます。はい、そして次にですね、確認すべきところがですね、説明変数、まあ、切片とですね、まあ、
各説明変数に対する、係数ですね、これがこのように出ております。これはですね、後で推定家賃を計算するときですね、式に使うところですね。このように変えていきます。ただしですね、前回勉強したときに、前回はですね、teach というのを勉強しました。teach ここですね。teach というのを勉強しまして、この teach の値の絶対値がですね、teach の値の絶対値が、2を超えているかどうかというのが非常に重要であるというお話をしました。これがですね、絶対値が2を超えているかどうか。でですね、この teach の絶対値が逆にですね、1より小さい説明変数、 teach の絶対値が1より小さい説明変数というのはですね、その重回帰分析の中の説明変数として採用するのは望ましくないというような話をしています。これは前回配布した、資料にですね、出ているところでありまして、ちょっとすいませんね。はい、ですね、はい、これですね、前回お配りした資料でですね、 teach、これは説明変数が非説明変数に対して影響を及ぼしているかどうかを確認するための数値でありますと。teach は変回帰係数を標準誤差で割ることで評価したものでありまして、teach はですね、モデルの説明変数にそれぞれについて計算されますと。で、それぞれの teach を見ることによって説明変数を評価することができるということですね。で、この teach がですね、の絶対値がですね、2以上であれば、その説明変数は統計学的にモデルに組み込むのには良いということがわかる。一方にですね、teach の絶対値が1未満ならば、統計学的に、その説明変数をですね、モデルに組み込むのがですね、指示できないということになるんですね。つまりですね、teach の絶対値が1未満である説明変数は、その重回帰分析に説明変数として用いるのはよろしくないと、こういう評価ができるということなんですね。それを踏まえた上でですね、じゃあもう一度ですね、この teach、今行いました、重回帰分析の teach を確認してみるわけです。そうするとですね、どうなるかということですね。はい、そうしますとですね、この teach を見ますと、ここでですね、まず説明変数の1番目、これはですね、説明変数の1番目ですから、敷金ですかね、敷金。で、2番目が礼金なんですが、説明変数の1番目の敷金の説明変数に対する teach というのはですね、ここにありますので、0.44。つまり絶対値が1を下回ってますね。一方、この説明変数2つ目、礼金ですね。礼金の説明変数に対する teach。これはマイナス 0.84。従いまして、teach の絶対値が、これも1より小さいわけです。それ以外の説明変数を見ますとですね、3番目の説明変数といいますと、物件の広さになりますね、面積。これは teach が 13.03。つまり、絶対値が2を超えてます。次の説明変数は築年数ですね。築年数、4番目の説明変数の築年数の teach はマイナス14。つまり、絶対値は14ですから、これも絶対値が2を超えています。で、最後に駅からの所要の時間、駅からの等分数7分となってますけれどもね、最初のデータはですね、これが駅からの所要時間ですね、これが5番目の説明変数ですから、この teach は 5.56、これもまた絶対値が2を超えています。従いまして、このですね、物件の面積、築年数、駅からの所要時間、これはともにですね、説明変数の teach は、それぞれ絶対値が2を超えてますから、この重回帰分析の説明変数に、入れるというのは望ましいということになりますね。一方、この、敷金、礼金、この2つの説明変数の teach は、ここに挙げてますようにですね、0.44 とマイナス 0.8、ともに絶対値が1を下回っているんですね。従いましてですね、この2つの説明変数は、
T 値の値から判断して、この重回帰分析の説明変数として、入れるにはですね、この2つの説明変数はですね、この重回帰分析 の,、の説明変数に入れるにはですね、望ましくない、よろしくないものであると、いうことがわかるわけです。従いまして、この敷金と礼金というこの説明変数は、この T 値の値が絶対値が1より小さいわけですから、重回帰分析の説明変数として入れるのは望ましくない。つまりこの2つは除いた方が好ましいということになるわけです。ね。そう判断できます。そうするとこの重回帰分析のモデルとしてですね、採用すべき説明変数は、これはもう前回ですね、不動産の、家賃のを、不動産の家賃を前回は、物件の広さとですね、築年数とですね、駅からの所要時間で、この3つの説明変数で、家賃を、説明するというですね、重回帰分析を行ったんですが、今回についてもですね、この敷金、礼金というのは定値から判断してですね、説明変数から除いたのが望ましい。すなわち、家賃についてはですね、この物件の広さとですね、築年数とですね、駅からの所要時間、この3つの説明変数で重回帰分析を行ったのが望ましいということに結論としてなるわけです。従いましてですね、じゃあそれでは、次どうするかというと、はい、もう一度ですね、データからデータ分析をやってですね、回帰分析を選びまして、まあ非説明変数は同じです、家賃で同じですが、説明変数ですね、説明変数としてはですね、これは敷金礼金というのをですね、除きまして、ここですね、面積、広さ、築年数、駅からの徒歩、分数ですね。これで最後は i の298ですから、298と入れてやってですね。この3つを説明変数としたのはよろしいということですね。で、この結果をですね、出力先をちょっと変えまして、ここの下ですね、ここの下に出してやります。o の28に出してやりましょう。はい、そして OK ボタンを押しますと、はい、そうすると、要するにですね、今度は、家賃をですね、物件の広さ、築年数と、駅からの所要時間の3つの説明変数で、説明するというですね、重回帰分析、そのモデルを作ったわけですが、まずこれを評価してみますと、先ほどと同じようにですね、まあ、重決定係数補正 R スクエア、これはほとんど先ほどと変わりません。0.64。ほとんど先ほどと同じような、説明変数、補正 R スクエアになってますね。で、さらにじゃあ T 値を見てみますとですね、それぞれの切片から、切片、そして物件の広さ、築年数、駅からの等分数の3つの、説明変数に対する変回係数ですね、係数の値、ちょっと待ってくださいよ。ここになりますが、この値ですね。はい。この値。その値に対する T 値ですね。この T 値を見てみましょう。はい。このそれぞれのですね、まず、物件の広さに対する T 値は 13.26、絶対値が2を超えてますね。そして、築年数の T 値はマイナス 14.55、これも絶対値が2を超えてますし、駅からの徒歩分数ですね、駅からの所要時間マイナス 5.64 ですから、これも絶対値が2を超えてます。ということは、この3つの説明変数はですね、この重回帰分析の説明変数としてですね、入れても好ましいと。この重回帰分析の説明変数として、適切であるという判断がすることができます。そうするとこれで重回帰分析のモデルができたわけですね。すなわち、推定家賃イコール推定家賃イコール切片プラスここの値ですね、係数ここの値、P の、45の係数かける、物件の広さ足すことの今度は P の46のこの値ですね、係数かける、2番目の説明変数である、築年数
足すことの、P の47、この係数かける、駅からの徒歩分数、これによって、推計家賃が出てくるということですね。例えばちょっと仮にですね、一番上の、推計家賃だけ出してみますとですね、推計家賃というのを出してみますとですね、どうでしょうかね。ここで例えば、面積、築年数、そして、駅からの徒歩分数ですね。はい、この3つのデータ、この3つのデータを入れまして、この3つのデータを入れましてね、この3つの説明変数のデータを入れまして、推計家賃を推計するという式をここで作ってみたいと思いますが、はい、そうするとどうなるでしょうか。推計家賃を、はい、そうすると推計家賃はどうなるでしょうかね。はい、イコール、因数反角ですね。イコールの、まず切片ですね。切片、足すことの、はい、まず、係数1、つまり、面積の係数ですね。面積の変換域係数、これ、かけることの、かけることの、面積ですね。面積。足すことの2番目の変換域係数、これは、築年数ですね。かける築年数、足すことの3番目の、駅からの徒歩分数の変換域係数、これですね、カチッと。かけることの駅徒歩分数、これによって推計家賃を計算することができると。例えばですね、推計家賃、面積にですね、例えば25平米、築年数は10年。駅徒歩分数は8分と入れればですね、このように推計家賃は67,647円。まあこれ小数点ちょっとですね、小数点以下を調節するために表示形式、数値、小数点以下0桁としていきましょう。はい、そうするとですね、67,648円、推計家賃はこのようにですね、出てくると。計算できるということですね。はい、いかがですかね。面積を入力、ここは入力すればいいわけですね。はい、つまりここを変えていけばですね、この推計家賃が求まるということですね。面積を例えば40平米で、築年数が、15年、駅徒歩分数10分であれば、このように 79,847円という推計家賃が計算できるわけですね。はい、このようにですね、家賃を推計する重回帰分析のモデルが出来上がるということになりますね。このように t 値を判断する、t 値のですね、値を見ることによってですね、この t 値の値によって、説明変数を採用していいかどうかと、その重回帰分析の説明変数として採用していいかどうかということを評価することができるということですね。この t 値の絶対値がですね、2をより大きければですね、その説明変数を重回帰分析にですね、採用してよろしいということになりますし、逆にですね、t 値がですね、の絶対値がですね、1より小さい場合はですね、その説明変数は、その重回帰分析の説明変数として入れるのはあまりよろしくないということになるんですね。じゃあ t 値が、あの絶対値が1から2の間はどうかということですけどね、t 値の絶対値が1から2の間はどうかということですけれども、これはですね、その場合その場合によってケースバイケースで考えると、いうことになりますね。入れてもいいかもしれませんが、外した方がいいということもあるかもしれない。ちょっとですね、t 値の絶対値が1から2の範囲というのはですね、
ケースバイケースでですね、ちょっと採用する場合もあれば採用しない場合もあるというような値と考えていいかなと思いますね。少なくとも t 値の絶対値が1を下回るような場合は、これはもうですね、重回帰分析の説明変数として入れるのはよろしくないというふうにですね、考えていただければいいかなと思いますね。で、5% 水準を厳しくですね、先ほどの 5% 有の水準を厳しくですね、考えるのであれば、t 値の絶対値が2をより大きいということが、重回帰分析の説明変数として採用するのに、ふさわしいというかですね、そのように、5% 優位でですね、厳しく見るのであれば、t 値の絶対値は2より大きいことが望ましいと、いうことになるわけです。説明変数をね、重回帰分析の説明変数として採用するには、その t 値の値がですね、2より大きいということがですね、5% 優位で考えれば、t 値の絶対値が2より大きいということを条件とするということになります。はい。以上ですね、このように考えてきました。で、実際にですね、推計家賃を、計算する、モデルの式もここに作ってますね。で、今回はですね、皆さん毎回毎回ですね、課題で追われて大変だったと思いますのでね、今日はもう非常にもう答えまで出ちゃってますがね、あとはもうこの推計家賃の式をですね、この推計家賃の式をですね、もうここに書いてありますが、この式をですね、まあ、こちらの方に入れていただきたいということです。こちらの方にね、入れていただいて、すなわち、この家賃というのをですね、推計家賃とありますが、これをですね、この面積と築年数、駅と方分数、これは2つはもう使いませんのでね、この1、2、3で、推計するモデルの式を入れて、これを下までコピーして全部ですね、実際の家賃との評価をしてほしいということですね。そしてその評価したものをですね、この家賃と推計家賃とのこの2つをですね、挿入グラフのこの散布図ですね、この2つの散布図で、示してほしいと。これ前回やったのと同じですね。前回の、課題と同じようにですね、この推計家賃、推計家賃計算するときは1つ注意が必要ですね。さっきと違ってですね、係数のところはですね、切片と係数、方じゃないですね、この切片と係数ですね、この切片と係数、これはアルファベットにダラーマーク、アルファベットをダラーマークで囲む。例えばここですとですね、P の44ですけど、P の44の P を、ダラーマークで囲ってやると、X の値はですね、P の45ですが、P のところをダラーマークで囲む。つまり絶対参照セルにしてね、コピーしてください。絶対参照セルにしてコピーしないとね、その係数を参照してくれませんからね、常に、切片、係数ですね。変回帰係数の1、変回帰係数の2、変回帰係数3、ここのセルを見に行くためにはですね、式をコピーしてもそこのセルを見に行くためには、切片とですね、各変回帰係数の、セルの、をですね、絶対参照セルにするね。これはもう前回説明してますから、前回と全く同じですね。そしてここの一番上に式を入れて、あとは下にまでコピーすればいいわけですね。それを皆さん、今日の課題としてやってください。もう答え出てますけどね。そして符号2つができましたら、この実際の家賃とですね、この実際の家賃と、この推計家賃、この推計家賃のこの2つの間で、挿入からですね、この散布図、散布図を書いてくださいねと、こういうことですね。こういうことになります。実際はですね、どうなるでしょうか。まあ、散布図ってのは推定家賃って、こう、散布図をここに書いていただきたいですね。はい。それを皆さんに、やるというのが、今日の、宿題であります。答えをですね、ここに示しちゃってもいいんですけどね。それは、答えはちょっと皆さん、前回もやってることですから、同じようにこれをやっていただいてですね。それに、いつものように学籍番号を、ファイル名としたですね、ものを提出してくださいというのが今日の課題としましょう。はい、じゃあどうでしょう。重回帰分析、2週間やってきましてですね、大体分かってきたと思いますね。で、今日は特にですね、説明変数として採用していいかどうかということですね。単純に説明変数を増やせばいいってもんじゃないんですね。その説明変数がその重回帰分析の中でちゃんと、適切なものであるか、説明変数としてですね、適切なものであるか、つまり変回係数が0と考えてもいいのではないかというですね、仮説、これをですね、棄却できなければですね、その説明変数の係数は0と考えてもいいわけですから、0となることもあり得るわけですからね、その説明変数を入れるのは望ましくないと。つまり、重回帰分析の説明変数として、入れるべきかどうかというのは、
その説明変数の t 値を持ってですね、評価してやると。その説明変数の t 値の絶対値が2より大きければ、説明変数として採用する。t 値がですね、絶対値が1より小さい場合はですね、説明変数として入れるのは望ましくないということですね。じゃあ1から2の場合は、ケースバイケースで説明変数として入れてみたり、あるいは説明変数としては、除いてみたりとかですね。それはちょっとケースバイケースで考えるということですね。ただ 5% 優位ですね、厳しく考えるのであれば、t 値の絶対値が2より大きい、ね、場合だけ、説明変数として採用するという、こういう考え方ですね。まあ、重回帰分析の場合はですね、このように説明変数が入れればいいというものではないと。適切な説明変数を入れるということが、必要ですので、そこら辺を t 値によって評価していこうということを今日はね、勉強したわけですね。はい。それではいかがでしょうか。ね、じゃあ今日のところはですね、あとは推定家賃を皆様が、式を入れてですね、それを計算して家賃と推定家賃との間の散布図を書くということでですね、あとはちょっと皆さん、自身でやっていただきたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりにいたしましょう。